マゴメイドムスタファーヤビチオズドーフは、ロシアオルジョニキゼフスカヤ出身の同国代表サッカー、選手。ポジションはミッドフィールダー。FC ゼニト所属。チェチェンジンである。1992年、現ロシアイングーシ共和国の小さな村オルジョニキゼフスカヤで生まれた。FC テレクグロズヌイア FC、ディナモキエフのリザーブチームを経て、2010年に FC。 ロコモティフ・モスクワ遺移籍。同年7月10日、ロシアプレミアリーグ第12節の FC ・アンジマ8から1088分にドミートリー・とルビンスキーとの交代でピッチに立ち、ロシアプレミアリーグデビューを飾った。2011年11月29日、今シーズンの若手最優秀選手を決める投票で、1位のアレクサンドル・ココリンに次ぐ141ポイントを、 獲得し、2位となり、惜しくも2011年度のロシア年間、最優秀若手選手賞を逃している。2014年7月14日、FC ルビン火山に買取オプション付きで、期限付き移籍することが決まった。ロシア代表としては、U-21 代表として1試合に、出場したのみだったが、2012年5月11日、ユーロ2012に向けた。 代表候補の26人にサプライズ選出された。しかしエントリーメンバー23人からは落選し、A 代表デビューはお預けとなった。2014年9月3日のアゼルバイジャンとの親善試合で A 代表デビュー。2016年11月15日のルーマニアとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。